やっぱ皆さんからしたら憧れの存在という。そうですね、ちょっと間が気になる。おい、何ですか尊敬、誰も尊敬してないんですか、ニキさんのこと。ジョーとかは一時期ニキの動画ずっと見てましたね。本当にあの形とかがすごい綺麗で、見ながら研究したりしてました。わー、オーディションの時は13歳だったわけでしょ。それでまあ一人単身で海外で暮らしてるとかっていうのは寂しくなかったですか。ホームシックにはなりますね。そういう時どうしてたんですか。まあでも日本人メンバーも2人いたんで本当に心強かったです。やっぱその時はより絆が深まりましたか。そうですね、うん、日本人メンバー2人は結構ずっと一緒にいたなっていうのと、年若い、まあ、13、14だったので、うん、終わりの時間がちょっと早かったりするんですよ、うんうんうん、で例えば5時終わりで僕が11時だとしたら、終わるまであの駅の近くでずっとマックで勉強して20分一緒に帰るためにずっと待ってくれてめちゃめちゃ可愛いエピソード。先輩なんで。いや今のところ1ミリもそれ感じない。高さは本当にすごい練習しましたね。一人がね飛びすぎちゃってもダメだし、タイミングだったりとか。はいはいはい。ちなみにエンハイプンの皆さんは1日例えばどのぐらいの練習ってするもんなんですか。1日デビュー当時の時は本当に10時間以上はしてましたね。10時間なんて。いやでもダンス3歳からやってて、そんぐらい本当にちっちゃい時からこの職業でやっていきたいという気持ちが強かったので、なるほどね、ダンスは僕にとって全てですね。本当にダンスがあって僕あるっていう感じ。家にこう大きい鏡とかもやっぱあるんですか。僕はないですね。じゃあ大丈夫。じゃあ必要なのかなと。僕は踊りもしないのにめちゃめちゃでかい鏡があります。はい。